没入型デジタル環境の一例。没入型デジタル環境とは、コンピュータが作る人工かつ対話型の光景あるいは、世界であり、人間がその中に入ることができる。没入型インターフェースとも、没入型デジタル環境は、バーチャルリアリティと、ほぼ同義だが、現実をシミュレートしているとは限らない。つまり、全く現実とは、かけ離れた環境として、 ユーザーインターフェースを構築したり抽象化することもあり、単にその中にユーザーが没入するという点が共通する。没入の定義は様々で、かつ変化するが、ここではユーザーが自身をシミュレートされた宇宙の一部であるように感じることとする。没入型デジタル環境は、三次元コンピュータグラフィックス、サラウンド音響、対話型ユーザー入力、単純さ、機能性、娯楽性など、 様々な要素を必要とする。自然な風、座席の振動、自然な照明など、よりリアルな効果を与えるための研究開発が今も行われている。マサチューセッツ工科大学のメディアラボが1980年代に研究していたメディアルームが源流とされ、1992年にイリノイ大学エレクトロニックビジュアライゼーション、ラボラトリーのトーマス・デイフォンチたちによって、 ケーブオートマティックバーチャルエンバイロメントが開発された。かつてヘッドマウントディスプレイは仮想現実の表示デバイスとしては適さないと評価された時期があり、1990年代から2000年代初頭にかけてこの種の投影型表示装置と液晶シャッターグラスを組み合わせて没入型デジタル環境を実現して仮想現実の研究の発展に貢献した時期があったものの 装置が大掛かりで設置するための空間や維持費がかかることもあり、近年では一部を除き、下火になりつつある。エピックゲームズジャパンの今井翔太は、没入型デジタル環境は、その没入要素により新しい、ストーリー表現方法として発展しているという意見を紹介している。1992年に、イリノイ大学エレクトロニックビジュアライゼーション。 ラボラトリーのトーマス・デイフォンチたちが開発、その後の没入型デジタル環境装置の開発に影響を与えた。キャビンは正面、両側面、天井、床面の周囲5面を大型スクリーンで囲んだ装置で1997年に東京大学インテリジェントモデリングラボラトリーに設置され、2012年まで15年間にわたり運用された。当時は リアルタイムでの 3D 映像の作成のために SGI オニキスを複数台使用した。コスモスは岐阜県各務原市の株式会社 VR テックのセンターで運用される6面を大型スクリーンで囲んだ装置。岐阜県知事だった梶原拓の肝入りで計画が進められ、完成した当時、6面を表示できる装置は世界に2台しかなかった。神戸ポートアイランドの境に隣接する 神戸大学統合研究拠点で運用される。データが投影されるスクリーン空間は 3MX、3MX7.8 メートルと国内最大級のケーブ装置であり、クリスティデジタルシステムズが設計した VR ソリューション、ホラスティッチが採用されている。ありがとうございます。